今ヤフオクで100万はしますね。さっきね。マジで。なぜそんなに跳ね上がっちゃったんだかちょっと。もう何モダンなのか。ちょっともうショックだったんですけども。電子用のミスター。かっこいいわ。このポチっていうのがいいんですね。ポチッ。って感じ。ああなるほど。うおお。何これ。いや最後のエンジン。そんなにはいじくってないですけど。何これ。ボブシャープって何？ボブシャープってあの海外の多分チューニングショップ。なかなかレアみたいですよね。そのエンジンを買ってきた。あ、いやエンジンヘッドカバーだけ。あ、ヘッドカバー、ね。あ、ヘッド。カバーだけあの他のつけられるんですよ。あ、ね、50杯。これが50杯ってキャブなんで、うん、今ヤフオクで100万はしますね。さっきね。マジで。なぜそんなに跳ね上がっちゃったんだかちょっと。なんか。いいね。いやなんか職人の車って感じしない？あね、なんか車をさ、普通になんか好きな人がさ、なんかね、こういうの作り上げたって感じがして、味わいがあるな。もうこれだけでさ、なんか芸術というかさ、なんかね、確かにそうですよね。うん、なんかちょっと泣けてくるね。っていうかね、こう。本当になんちゃってのやつって、エンジンルーム汚いの、外だけ綺麗にして、綱島のお車もそうだし、斉藤さんの車もそうだけど、中をすごく綺麗にしてるじゃないですか、ね、そうですね、綱島のなんかこう、水がこう流れる、こう流れるとかさ、そう、ね、子供でも分かることない、そうなんだけど、やっぱそういうのもちゃんとやってんだよね、この車、ちょっと50杯の音を聞かせてよ、自分の、いいですか、どうぞ。違うよね。こっちは、なんかこう品のいい音でした。こっちはもうさ、行ったぜみたいな感じ。ちょっとプロレスっぽいですね。悪役ですよ。いい音だね。そうですか。これや、これいい音っすよ。いいでしょ。目がいいよ。これ全部自分でやってるんですよ。大さん、どう？いや、最高っす。最高？最高っすね。やっぱりソレックスの50杯だけでありますね。安定してますね。そうですね。結構ね、やっぱセッティングには、ちょっとまあ自分田舎のまあ八戸の方なんで、山道とか田んぼ道とかあるんですよ。そこで何回も走ってこれやってこれやってって、あのそこまでやって。このセッティングはめちゃ難しいよ。そうですね。44杯でもカバ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 っていう、で50杯なんかもっとなる。そうだよね。これ今これはもうそう、あの冷やすためにもういきなりこの、そうですね、あのぐらいですぐ、ね、そうですね、動いちゃうんですよ。やっぱかけた後ってすぐ冷やした方が、そうですね、早いよね。やっぱエンジンボアアップしてるから、やっぱいじくったなりにいろんな装置もつけないとやっぱり壊れちゃったりするんで。なんでいじったんですか。え、なんでいじるの。あ、やっぱりもうちょっとパワー欲しいなとかね。なるほど、しなくていいですよ。いいですかね。いや、パワーが欲しいです。そう、パワーが欲しい。そう、その辺がちょっとね。これ今どれは例えば最高速は。最高速は240以上出すとちょっとエンジンの方がやばいかなっていう、ね。もう普通に巡航だったら200ぐらいだったら。そうですね、200ぐらいだったらちょっと走れるじゃないですかね。だってほら、ボンネットは FRP だもん。うわ、本当だわ。あ、斉藤さんのは鉄だもん。そうですね。これで回転だ。だから見えないところをやってるよね。そうですね。外形ノーマルで、本当シートなんかも本当ノーマルなんですよ。あのバケットとかそういうのつけないで。これノーマルですか。ノーマルです。エンジンは 2.6 にしてるしさ。どうぞ座ってください。いいですか。はい、どうぞ。ちょっと嬉しいなこれ。このポジションがまたいいよね。このタブメーターとね、そのこれいいよね。配置が。俺これさ。一番最初に Z の見たのって実は銀座のソニービルに飾ってあったんですよ、俺ショックだったもんな。それまで SR だったじゃないですか、フェルディの。あ、そのフェルディの SR からこれになった時に、あれもっとね、あのイギリスっぽかったんだけど、こんなにモダンなのか、ちょっともうショックだったんですけども、かっこいいよね。かっこいい。これはもう本当
回目の作った車だよね、うん、シートも全然立ってないですね。そうですね。足してるんですか。はい、あんことか足してる。いや、何もやってないです。もともとこれ実装のメーターなんですけど、うん、あんまり走ってないんですよ、これ距離数。7万キロぐらいしか。マジか、これよくみんな Z にはみんななんかつけてる、うん、ダッツンハンドルってやつね、うんうんうん、これはいや50杯はすげえ。これ盗まれないようにしないとね。そうですよね。一応どうする、盗まれちゃったらもう探しまくっちゃうからねもう仕事しないで、ね、泣いちゃうよね泣いちゃいますね、もうね。50杯はすげえ。なんちゅうの、まあ外形は本当あんまりおとなしく、あんまり。いやだけどこういうオリジナルがいいよ。そうですよ ね。やっぱさ、すごい綺麗な車だから、うん、外観はあんまりいじりたくないんだ。そうですよね。これはクーラー。クーラーついてます。エアコンじゃないです、ね。エアコンじゃないです。やっぱね、夏みんな旧車って乗らないじゃないですか。うん、乗らないじゃなくて乗れるようにやっぱ最初は。やっぱこんなのいらないと思ってたけど、 あまりこの暑さに乗れないんで、やっぱ乗りたいじゃないですか夏は。ね、海行きたいよね。やっぱねこういう車で逆にね夏場走ってたら、うっよく走れんなみたいなね。クーラー効くでしょ。あ、効きます効きます。寒いくらい。クーラーは効くんですよ。効きますね。エアコンより効くよね。効きます効きます。調整できないけど。そうですね。あ、もう冷えるだけ。そう冷えるだけ。へえ。めっぱい冷えちゃうね。そうなんですね。冷凍庫みたいな。うちも綺麗だ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃいいな。めちゃいい。クイックだからすごいでしょ。なんかギアが近すぎて。そう。だから。これ何のミッション？これレース用のミッション。はあ。日産のなかなか手に入らないさ。そうだよな。だからサニーもそうだったけど、ああ、ね、やっぱり乗りづらいよね。慣れればそうでもないけど、へでクロスしてんから、そんな回転数下がんないね。へえ、これがレース用のミッションか。柳田晴人。だからシルビアかなんかのレースの時は、みんな速かったのはこのミッションつけて速かったの。ああ、そういうことか。やっぱミッション大事だよね。大事大事、大事。でも俺だったら快適に乗れるでしょ。ね、はい、私の50年前のね車とは思えない。めちゃいいわ。何でもそうだけど、86もそうだけど、セッティングだよね。そう、ほんとそう。足はちょっと硬すぎんけどね、この足には。まあそりゃしょうがねえよな。吹き上がりいいでしょ。いい。いや、めちゃいいわ。Z かっこいいなぁ。ねえ、いいよね。ほんと Z かっこいいよ。こうやってミラーで見るとめちゃかっこいいよ。後ろ。ああね。かっこいい。ペギさんが運転してるんですか。そう。すごいね。テリーさんがうちの近所の車屋さんによく来るのよ。テリーさん鎌倉だよ。そう、そんで、あのね、車屋さんってすごいドームみたいな車がいっぱい在庫したんとかあるのね。テリーさんよく来るみたいで。あ、そう。そう、後輩がちょっと働いてて。綱島町はそこ近いの。近いもん、そこから。いや、すげえな、50杯でこんな風景いいんだ。そうだよね、ほんとセッティングには時間かかったもんね。いや、すげえわ。こんな綺麗に50杯で吹けるんだな。うん、そうだね。うん、だから本当にね、一番これが手放したくなった時は、うん、相模湖に Z ミーティングがあったのね。うん、でこれで行ったの。行ったら帰り渋滞しちゃってて、プラグさ、これ10、これ6発だから、10、18本ぐらい一応持ってたのかな。ああ、もう渋滞はまるたんびにかぶっちゃって、ああ、もうこんな車乗ってらんないなと思って、ああ、もう嫌だなと思ったけど手放さなくてよかったなと思って。すげえ、本当だよな。やっぱセッティングすればここまでよくなるんだよね。ああ、普通に乗れるもんな。普通に乗れるの。はあ、
よくこんなミッション手に入ったな、うん、ねえ、なかなかね、ブレーキも、うん、ブレーキはね、その当時でベンチレッドなんてね、ほんとワークスカーしかついてなかったような、うん、国さんなんかね、ハコスカとか乗ってたけど、ベンチレッドついてたのかなと思って、力あると乗ってても楽なんだよね。楽だよ、うん、高速行ってもそのままシフトダウンしなくて、いや、このまま吹かせばダーッて行っちゃうからね。トルクある、めっちゃトルクあるわあるでしょ、うん、ね、体に体感できるよ、ね、できるよな。めちゃいい音だ。このね、トンネルの中が最高だね。もう本当に。いや、旧車はいいよ。いいね。いじくれるっていうのもね、本当にいいよね。あの若い子25で乗ってるんでね、すごいと思う。本当だよな。詳しいよな。うん、詳しい。ね、やっぱ好きだけじゃないんだよね。いろいろ自分なりに。大したもんだよ。で嬉しいよね、逆に。そうそうそう。俺らみたいなおっさんからするとさ、嬉しい。ああいう若い子がさ、旧車行ってくれるって嬉しいよ、ね、すごい嬉しいよね。もう俺らからすればさ、日本の文化を大事にしろよって感じだよ。そうだよね、税金安くしたりとかね。そう、本当そう。ドイツなんかこんな古い車タダだから ね、税金。そうしてほしいですよね。そう、ガソリンだって高いね、廃油高いし。うん、今86と何持ってんの？86が2台。ああ、2台あるんだ。 レビンとトレノで、1台がナンバー付き、1台がレース用。ああ、本当に。うん、年に1回だけのためのレース用。ああ、串水くんとこに置いてあるやつじゃないでしょ。あれは違う。嬉しいよね、こうやってね。ね、俺はもうドリキンっていうイメージしかないから土屋くんなんて言うとなんかちょっと合わないなって思ったけど、本当嬉しいよね。今の車ってさ、出来すぎててさ。そうだよね、面白くないんだよ、うん、なんかなんていうのかな、ただ乗ってる。そう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 、これはなんか動かしてる、うんうん、なんかもうエンジンにしたってさ、何やんなきゃいけないとかさ。そうね、いろいろあるから。ちょっと暗く、あれでしょ、クイックって乗りづらいでしょ、なんか短すぎて。そう、入ったか入らないか分かんないんだよな。めっちゃかっこいいわ。いやいいわ、旧車はいい。いいよね、うん、ぜひ持って。 Z 旧車はいい。でも六本木はさ、1台8万円もすんだよ、駐車場。ローン払えちゃうね。うん、ね、本当に。田舎に引っ越してきて、田舎って言ったってうち横浜だけど、海も近いし。まあな、うん、なんかお二人とも嬉しそうに降りてこられましたけど、いかがでしたか。いや、やっぱさ、味がある、この年代の車は。で、綱島がね、ええ、これもうほんと隅々まで手を入れてんだなっていうのが、はい、そのステアリングフィールもそうだし、アクセルのレスポンスもそうだし、ええ、普通50パイついてるとこんな綺麗に吹けない。そうなんですか。あともうそのブレーキにしてもね、うん、もうサイドブレーキにしても、はい、ちゃんと全部効くから。この年代の車ってっていうブレーキが多かったりはい、はい、ステアリングのセンターがなかったりさ、うんうんうん、変な車多いんだけど、ええ、だからやっぱこうすごく大事にしてんだなっていうのが伝わる。すごいじゃないですか。いや、すごいですね、ありがとうございます。本当に本当に、ね、レーシングドライバーですからね、評価が高くて。同じ時代をね、高かったりが素晴らしかった、よかった。ありがとうございまし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 た。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。